こんにちは、センターシエラルのビデオメイキングアーカイブ IL2C の第11回を行いたいと思います。よろしくお願いします。早速なんですが、これこの間の写真撮ったやつですね。で、まあ今日からいろいろ検討した内容に基づいて、その実行パスの解析の部分の変更をしていきたいと思います。まあ今回だけでは終わんないような気もするんですけど、まあよろしくお願いしますと。で、やらなきゃいけないことですね。ちょっと、軽く、さらっておきたいんですが、まず、現状は IL バイツの配列を上から順に分岐とか関係なく列挙するデコーダーを作ってありますけど、そのデコーダーが一応無条件分岐、これで言うとここですね。あんまり嬉しくないな。赤で、カーソルがね、わかりにくいんですね。ここですね。とか、それから、ここもそうですね。っていう、無条件分岐が存在するところは、一応デコーダーの内部で、追跡する。で、分岐した先のターゲットからデコードを続けるっていう変更を、するっていうのがまず1点。それから、解析しながら、ちょっと色変えましょうかね。色変えて、解析しな、あ、間違えた。ごめんなさい。ちょっと、間違え、青じゃ面白くないで、緑とかにしますか。はい。で、あれおかしいですね。いや、違うんだよな、と。違う。そう。解析中に、条件分岐命令、これとか、何をやってるの？違います。これとか、それからこれですね。それから、ちょっと小さいですけど、ここ。こういうのを見つけた場合は、その条件分岐の位置を、この Q ですね。前回説明したこの Q の中に入れていくというような作業をするため、今まではデコーダーの内部で、オペコードを見るっていうことはしてなかったですね。単に列挙して、解析するのはデコーダーの外でやっていたんですけども、まあ一部、こういう分岐命令に関してはデコーダーの内部で処理をすると。で、当然デコーダーはこの Q を持っている必要がありますと同時に、例の解析済みっていうのを表すマークですね。これが付けられるものを置いておく必要があると。で、まあ、なんか、なんて言うんですか、論理的に言うと、チェックを入れたところのオフセットを、まあ、ハッシュセットかなんかで、マーク付けしていけばいいかなと思います。まあ、あるいはですね、なんていうんですか、その、IL バイツが何万とか何十万バイトとかいうサイズってありえないと思うんですよ。要するにそれって、一つのメソッドの、IL が、何万バイト、何十万バイトとあるっていうことになるので、いや、そんなバカでかいメソッドありえないだろうっていうことを考えると、まあ、比較的小さいと思われる。まあ、あっても数千ぐらい。いやー、考えたくないですよね。数千の IL 含む単一のメソッドなんて考えたくないですけど。なので、まあ、ハッシュセットなんか使わなくても、まあ、実はですね、もう、ダダ書きで、なんていうんですか、その IL の、オフセットの最大サイズ、あ、ごめんなさい、IL バイツの最大サイズ、と同じブールの配列を持って、もうなんかこう愚直にブールの配列になんか do を代入するとかでもなんかいいんじゃないかなっていう気はちょっとしてます。ハッシュセット引くのは確かに
あのそこそこ早いですけど、あの発臭代入、あ、で発臭にあの値を挿入するっていう作業はあのコストが高くなる可能性があるんで、まあ、ぶっちゃけあのその分量が少ないだろうから、まあ、別に配列でもいいんじゃないっていう気もします。まあ、この辺はあのちょっと実装するときに気分であの決めたいと思います。で、その変更をすれば、そうすれば基本的にはデコーダーの修正としてはいけてるんじゃないかな。うん、あとやることあったかな。あ、そうですね。で、デコーダーを、一巡させる。要するに、4-1 でも何でもいいですけど、ぐるぐる回して一巡させるとですね、そうすると、例えば一番最初のはこのメインパスが全て列挙される。ので、急に、溜まってるはずじゃないですか。あの、条件分岐の、あの、分岐先が。なので、次は、この9から1個で、あの、デキューして、また、あの、デコーダーを1から動かすみたいな感じで繰り返していけば、いつか9がなくなるはずですよね。あの、全部マークがダーってついていくので。なので、この、あの、マークをつけて、あの、マーキングを保存する、その配列なのか、ハッシュセットなのかっていうものは、このプロセス全体で共有する。あの、つまり、この Q がなくなるまで、その、同じ、あの、チェックマーク、あの、チェックを保持する、あの、配列とかを使います、みたいな、そんな感じになるんじゃないかなと思っています。まあ、あとは細かいところですね。あの、実際に生成する C のコードは、今までは、評価スタックを模倣したものを使ってた。あのスタッククラスを使ってた。これはあのアプライコンテキストの中にあの押し込めたので、今あれの中に入ってるんですけど、まああれはなくなりますね。で、代わりに、その評価スタックを模倣するローカル変数としてどういう名前を使ったかみたいな情報がなんか必要になるんじゃないかなって気がしています。それはきっとアプライコンテキストの中に含まれるでしょうと。で、今、アプライコンテキストの中のその評価スタックを使ってる部分ですね。IL コンバーターの実装の部分、アプライの実装の部分は、全部修正する必要がありますと。まあ、これは、まあ、数が今、そこそこあるけど、そんなに大変な作業じゃないような気がしますと。あと、スタックを、その、シンボル名、ローカル変数のシンボル名に置き換えるっていうところで重複なくやっていくための方法と、まあ、それに絡むんですけど、まあ、一番、理想なのはおそらくそのスタックの、型ですね。一度割り当てた型が違う型で、スタックにプッシュしようとしたとき、実際プッシュするわけじゃないんですけど、プッシュしようとしたときに型が違うということが分かれば、そうすれば新たな、シンボル名を割り当てると。それはまあ要するに新たなローカル変数を割り当てるみたいな感じになるわけですよね。で、多分ね、そのタイミングが発生したときが、前回説明してたような、スタックを使い回し、なおかつ、型が変わった場合というのの検出タイミングになるような気がします。もうちょっと条件がいるかもしれないですけど。なので、将来的には、そこをちゃんとハンドリングしてやって、前回まで散々、難しいなと思って考えていた、その、評価スタックに、型の指定がないがために、いくらでも使い回せて、それを使って IL でプログラミングできるっていう状況を回避できるネタに、できるんじゃないかなというふうに思いますと。まあ、ちょっとそこまでね、実際にできるかどうかは、大体今話した骨組みができてくる頃にはなんとなくできそうかなって、あるいはもうちょっと工夫がいるかなみたいなのが分かってくるんじゃないかなと思っています。ということで、もうなんかずっとこんな話をしてて嫌なので、さっさとやっていきたいと思います。で、VS ですね。はい。もうなんかどんなコードだっけなとか言って忘れてるかもしれないですけど。テストもちょこっと書いたので、この辺とのつじつまも合わなくなる可能性があるんで、最初のその修正とかは結構
テストを通すまでが大変かもしれないですね。まあでも、頑張ってやっていきましょう。さて、じゃあまず、最大のポイントとなるデコーダーですね。どこだったかな？デコーダー、これ。デコーダー&イナミュレート構図ですね。で、多分この引数に、そのマークを、つけるためのそのなんか配列かハッシュセットかなんか渡ってくるような気がします。それから Q ですね。Q もここに渡ってこない と、ここの中でデコードしながらその操作ができないはずですよね。だからここになんか追加されるような気がすると。それから、今はここで、IL をデコードします。で、これですね。さ、そうそう、最初のインデックス、これは現状、IL バイツを上から下まで舐めるために、なんか、こう、インデックスを初期値0、つまり、配列の先頭から順番に、見ていくと。で、1個取り出すたびに、まあ、インクリメントする。まあ、2バイトの場合は、ここでインクリメントし、あと、オペランドの方も必要になるたびに、インクリメントしている。その、オペランドサイズだけインクリメントするみたいなコードになってるわけですよ。で、どっちが先がいいのかな。ちょっとなんか、この辺のオペランドはちょっと邪魔な感じもしますよね。ここにごちゃごちゃといろいろあって。で、これはIL コンバーターに抽象を導入すれば移動できるかもね、みたいな話を、したと思うんですけども、今やるべきか否かちょっと迷うところですね。なんか、わかんないな。どうしようかな。ちょっと、デコーダーを多分結構いじるような気がするので、やっぱこれを移動しときますか、先に。そうするとここがスッキリするので、デコーダーが。スッキリするので、それからデコーダーの改造に着手しましょうかね。じゃあまずは、今、すごく単純ですけれども、ここの、オペランドの、判定というか、オペランドの処理をまるっと、IL コンバーターに移動することを考えます。今ここで、オプコードのオペランドタイプを見ながら、判断しているわけなんですが、どうしようかな。まず機械的に移動するか、できるんかな。IL コンバーターを見ると、IL コンバーターの規定実装というのは、IL コンバータークラスがあります。で、オプコードは 手元にありますね。取れますね。で、アプライがあると。っていうことはですね、やっているのは、オペランドタイプの型に従って、IL データを生成するってことをやってるわけですよね。で、まあ、オペランド、取得が必要な取る、まあ、取る必要がない場合は、省略っていう形で IL データを生成すると。なんか、ちょっと IL データって、IL コンバーターを内包してるじゃないですか。だからちょっと気持ち悪いんですけど、こうしますか。パブリックアブストラクト、IL データが生成されるみたいな、構造を考えますと。get IL データ、これじゃいかん。どこから取得されるかというと、今現状は、必要なのが IL バイツと、その今見てるインデックスの位置ですね。この2つが少なくとも必要で、で、しかもインデックスの値は更新される可能性があるので、まあ、これもちょっと引数が汚いですけど、IL で、IL バイツ、カンマ、レフ、イント、インデックスみたいにしておきますか。で、こいつを、呼び出せば、自動的に内部でゴニョゴニョされて、IL データが取られると。で、それに合わせて、インデックスも消費されれば、その分インデックスが進むみたいな、こんな感じにしておきましょうか。で、そうすると、この IL データのクラスの位置がなんかコンバーターの中なので、あんまり嬉しくないですね。なので、まずこいつを移動しておきます。ここにありますね。まあこれは単純に外出しするだけです。ソースコード上、ここにあるっていうのもあんまり
なんか良くないなって気がするので、これはまた後で、あの後で移動するのは簡単なので、こんな感じにしておきます。まあ今はパブリックにしたらなんか傾向が出たんで、 IL コンバーター、そうですね、 インターナルかな、だからこいつもちょっとインターナルにしておきます。アプライコンテキストは外から渡す必要があるのだったかな。まあいいや、パブリック、これが気になってたんですけど、まあちょっと置いときます。機械的にやっていきます。でと、これで、コンバーターの、IL データの位置が外出されたので、こんな感じ？こんな感じにしますね。で、インターナルが問題ない。で、規定にメソッドとしてこういうのを定義したので、各実装に追加するわけですわ。こんな感じで。こうですね。で、これの実装がどうなるかなんですけど、じゃあ、ちょっと、すいません。ぐらぐら揺れてますけど、すいません。とりあえず、バーチャルにして、現状の実装をそのままここへ移植しましょうか。それで、外側の実装を変えて、ついつまが合う状態にして、それからやりますかね。こう。これを、ここへこうピペで持ってきます。で、IL コンバーターは もはや自分自身なので、DIS に変えます。で、ビットコンバーター使えるようにします。この辺、機械的に、DIS にリファクタします。そして、オペランドはいいですね。で、返すものは EL リターンじゃなくて、もうこれ普通のメソッドなので、単にリターンするようにしますね。で、これなんでエラーになってるかな。イテルタカキャントコンテイン。違うか。これ多分イールリターンがあるから勘違いしてるかもしれないですね。ちょっと先に修正します。で、ブレイクいらないのでブレイク。やっぱりエラーなくなりましたね。はい。こんな感じで、まず、とにかく getIL データを呼び出せば、今まで通りになるはずですよね。なので、外側の実装を、こいつを使うように書き換えます。そのためには、ここですね。まあ、なんか、一旦受けますか。IL データ、イコール、IL コンバーターの、ゲット IL データですね。で、ここに IL バイスを受け取り、レフでインデックスを渡します。はい、こんだけです。これで、得られたら、yield return で IL データ。これの元通りですね。処理が、ここの部分の処理が、ゲット IL データに移乗されたはずですね。とりあえずまずこれで、問題ないってことを確認しておきます。はい、大丈夫ですね。まず、来ましたね。で、ステージして、で、インファクター、ムーブ、ゲット、ムーブ、ゲット、アイルデッド。はい、まずプッシュしておきます。いいですね。はい、次に、これで、さっきの実装は全部ここに来ました。IL コンバーターの getIL データ。なんですが、まあ、これでもいいんですけど、なんかせっかく、オペコードごとに抽象が導入されてるんですね。例えば NOP の場合は NOP コンバーターがあるわけですよ。で、NOP の場合、そのオペランドの取得をどう振る舞うべきかっていうのは、これが固定なので、必然的に決まるはずですよね。まあ、MOP の場合で言えばインラインランになってるから、オペランドはないっていう扱いになるはずですよね。なので、
これって別にここでわざわざスイッチで分岐しなくても抽象が導入されているので、抽象の実装をここに持ってこればいいって話なわけですよ。こういう感じで、あ、ここはオーバーライドにしないと。こうなり、ここでやってるのは想定できるのはもう自動的にインライン何になるので、固定的に、こう実装すればいいって話なわけですよ。というような感じで、なんか他の、コンバータも全部、なんか、こう、実装を、ここでわざわざスイッチケースしずに、それぞれの、抽象の、具象の実装というふうに、分けて入れていけばいいと。そうすると、まあ、やる前に種明かしをするならば、この、まあ、今、ノップはインラインの、なんてわかる。で、他の命令でもインラインなんなものは結構ありますよね。例えば、コンバイ8はダメですね。LDCION1 とかもオペランドないからインラインなんですよね。LDCION2 もそうですよね。ということは、その中間の、抽象クラスを導入して、そこに実装すれば、それを、継承するだけで、コンバーターの、その、GetIL データを実装することができるみたいな話になるわけですよ。というわけで、自動的にこれらは抽象が、オブジェクト指向でいうとこの抽象が導入されていくみたいな感じですね。まあちょっとやってみましょう。インターナルのアブストラクトクラス。インラインナン、まあちょっとひねり、例によってひねりがないんですけど、コンバーターって名前にしますか。で、こいつは IL コンバーターを規定で持ちます。で、こいつはアブストラクトなので、コンストラクターはプロテクテッド。まあ、こんな感じ。定義しときます。そして、GetIL データ、今ちょっと書いてみせたこれですよね。これ、ここで実装するオーバーライド、ゲット IL データ。インラインナンコンバーターを継承したクラス、まあ、ちょっと書きますよ。IL コンバーターを、じゃない、ノップコンバーターは IL、インラインナンコンバーターを継承する。こうしとけば、もう、IL データ、ゲット IL データ自動的に、もう、オペランドないっていう扱いになりますよね。なので、ひたすらこのインラインナンを、オペランドがないやつ。LDCION1 もこれに相当する。LDCION2 もこれに相当する。LDCION コンバーターはオペランドありますね。それから LDCI8 コンバーターもあります。STLOCK0 はないですね。STLOCK1 もない。2もない。それから3もない。LDLOCK0 もない。1もない。LDLOCK2 もない。LDLOCK3 もない。それから、ロードアーグ0もない。ロードアーグ1もない。add もないですね。add もない。から、BRS はありますね。なんで、ちょっと後回し。それから、return もないですね。はい。以上。だからもう結構今ので大半はなんとなくインラインナンとして実装完了みたいな、そんなイメージですよね。で、まずこれによって この、オペランドを自分で判定して、生成してたコードが不要になった。じゃあ次。インラインアイの実装はどうなるかというと、インラインアイはこのインラインナーンと同じような感じで、抽象クラスを定義します。インラインアイコンバーター作ります。で、こいつの実装は、ここで、スイッチケースで分岐していたこれですね。これが、インラインアイコンバーターは、ここに、こういう感じで入る。で、これまあちょっとないので、バーにしておきますね。はい。こんな感じになりますと。
で、インラインアイになってるはずの、オペコードのコンバーターをこいつから継承するようにすればいいと。i8 は違いますね。32bit のはずなので、i41 は違う。LDC-i4 がそうですね。これインラインアイコンバーターが必要です。i8 コンバーターは違いますね。64bit です。ST6-0123 は、関係ない。LD6 も関係ない。LD62 も関係ない。3も関係ない。ローダーグ0も1も関係ない。AT も関係ない。BRS は 8bit ターゲットでしたね。ショートインライン BR ターゲットを覚えてしまったな。なので、これも違います。で、リターンもインラインなんですね。なので、これでいいと。じゃあ次に、これで、この、スイッチケースのインライン i は終わりました。次、インライン i8。これ64bit ですね。なので、これの抽象コンバーターを作ります。インライン i8 コンバーターを作ります。で、getIL データは、2int64、そしてサイズのインクリメント忘れずに 64bit にしておきます。いいですね。こんな感じ。はい。で、こいつを、継承するように変える。コンブ i8、コンブ i8 はそうですね。オペランドないか。コンブ i8 とコンブ i8 するだけですね。そうですね。インラインなんですね、これ。こうですね。コンバイ8はインラインなんです。じゃあ、インライン i8 のに相当するのはどれかというと、LDC-i8。これそうですね。オペランドに 64bit の整数を取って、それをプッシュするので、これがインライン i8 です。今んとこなんかこれ以外ないんじゃないかな。ないですね。あとは BRS。やってないのは BRS だけかな。うん。なので、これでいいと。で、消えた。はい、消えた。で、次、ショートインライン BR ターゲットですね。これも、また、抽象クラスを作ります。コピーします。名称合わせときましょうね。無駄に悩むんで。ショートインライン BR ターゲットコンバーター。って名前、ちょっと長いですけど、そうしときます。で、こいつは、8bit なんで1バイトですよね。ショートインライン BR ターゲットの実装。こんな感じ。はい。念のため見ると、IL バイツから1バイトの値を取ります。そして、インデックスは、1だけインクリメントするわけですよね。1バイトの。なので、これでいいと。こう書いても、もちろん間違いではない。他の実装に合わせておきますかね。こんな感じで。他のがこうなってるんでね。こういう感じかな。ビットコンバーター呼び出してもいいけど、変わんないですね。こっちの方が多分1名で済むんでいいような気がします。はい。で、これを、使うのは、もうあと、BRS コンバーターか。あれしかないはずですね。他はみんなコンバーター割り当てたような気がします。これ心配しなくてもね、ちゃんとチェックする方法がある。これやった後で、見せます。一応見ていくと、全部ありますね。あります、あります、あります、あります。あります。これですね。BRS コンバーターだけないので、これをショートインライン BR ターゲットコンバーターに変えます。そして、リターンコンバーターと。よし。これで全部割り当てられているはず。で、これが消えた。そうすると残るは、インバリットオペレーションエクセプションだから、これでもいいんだけど、もうこれで、ここには基本来ないはずですよね。今後、コンバーター追加したときはもう初めから getIL データをそのコンバーター用に実装していけばいいので、ここには基本的に来ないので、全部消し、こいつはアブストラクトとマークをします。こうすると、
このメソッドを実装していないクラスがあれば、それはもうおのずとコンパイルエラーになるので、ちゃんと、型チェックが行われたということになります。と、これなんかいかないに気づきますね。さあ、ちょっとビュートしてみましょうか。大丈夫ですね。通ってますよね、ビルド。通ってますね。まあ、念のためテストを通しましょう。はい、大丈夫です。はい、これで、移動が完了したかな。まあ、ちょっと、ほい、よし。スイッチ。スイッチ、チェンジじゃない、ディカッタースイッチケース、オペランドインクリメンテーション、トゥ、ブストラクツ、あ、ブストラクツメソッド、メソッドと、まあ、これでいいか。はい、いいですね。はい、これで、最初に説明した通りでコードの、ここの部分が極めてシンプルになりましたよね。なので、まあ、レコードを今からいじるんですが、まあ、これで準備は整ったという感じですね。さて、この図でいくと、まず最初に、デコーダーをずっと見ていくんですけど、今は IL バイツを上から下まで舐めてるだけなので、ブランチですね。無条件ブランチの場合は、そのブランチのターゲットをたどるということをしなければならないです。難しそうですね。我々が知っている無条件ブランチは BRS ですね。で、まあ、実はまあ他にもあるかもしれないので、そこは確認する必要があると。で、BRS だけにとりあえず、限って、考えてみるってことをしましょうか。まず、まあ、そもそもインデックスが IL バイツを超えちゃったら、まあ、それは終了するしかない。まあ、本当は、これ無限ループにしておいて、リターンが現れずに IL バイツの終端に差し掛かったさ、明らかにおかしいので、例外をスローしなきゃいけないような気がしますね。まあ、そうだな、そのためにはあれですね、リターンを検出しなきゃいけないんですが、実際のところ、リターン検出しないといけないですね。そういえば忘れてましたが。これですね。リターン。最後に検出することになってるんで、当然それもやらなきゃいけないか。なるほど。ということで、ちょっと予防線を張る。もういきなりここで、ちょっと例外も、なんか、いりますね、本当は。なんか、インバリッド、オペコードとかないですね。オペレーションしかないですね。まあちょっと、とりあえず、適当な例外でお茶を濁しておきます。これはあれですね。インデックスが終端に達してしまった場合に、例外がスローされる。まずこれはいい。次に、IL は基本的に、上から下に順番に見ていく。その方法は今までと同じですね。ここの部分。1バイト命令か2バイト命令によって、ここで、IL を、抽出すると。で、IL コンバーターが特定できれば、BRS かどうかってことはわかりますよね。BRS かどうかという言い方あれかな。無条件ジャンプかどうかはわかる。そうですね。ここでこういうことですかね。オプコーズの BRS だったら、ゴニョゴニョみたいな話かな。IL コンバータのオプコードが BRS だったら、無条件ジャンプ命令ですよと。この場合、インデックスが
次に解析を開始するインデックスが、これのオペランドになってなきゃいけないって話ですね。で、オペランドを取得するには、IL データが手元にないとわからないって話ですね。なので、先に、ゲット IL データをやって、IL データを取得しておく。で、IL のオプコードが BRS だったら、そしたら、オペランド。こうやって、ショートインライン BR ターゲットだから、まあ、バイトの数値のはず、S バイトですね、これ。マイナスの値もあり得ます。で、インデックスに、そうか、こういう getIL データやった時点って、次の命令に、インデックスがインクリメントされてるはずですよね、内部でして。で、現在、次の IL を指しているはず。そして都合がいいことに、というかですね、まあ、そう、なんていうんですか、CLR としてももちろん、そう、CPU とか、まあ、そういう一般的なものでも、その、要するに、ジャンプターゲットを、すぐ次からデコードできるように、まあ、インクリメントされていることを想定してるんですよ、大体。どんな、機械語、マシン語でも。大体なんか見たやつはそうなっている。ので、当然こいつも、それが想定できる。今これは、次の命令を指している。ので、IL データのオペランドは、次のデータからの、次の、オプコードの位置からのオフセットを指しているので、単純に、こいつにプラスイコールで、オフセットとして足せばいい。で、そうすると、マイナス3体が入っている場合は、こう、なんていうんですか、戻る。ループとして戻るみたいな、図で言うと、例えば、こう、なんか、こう戻っていくみたいな。ちょっとこれ条件分岐ですけど、この赤にしますか。ちょっと見えてるかどうか。この赤の、こっから、これって上の方に戻っていってますよね。なので、ジャンプ先って、オフセットとしてはマイナスの方へ戻ってるんですよ。先の方に行くときはプラスのオフセットになるけど、戻る場合はマイナスのオフセットなので、単純に、現在のって、これ、次の命令を指してるんだけど、これに対する、オフセットとして足せば、そうすれば、次にデコードすべきオフセットがわかると。になるということですね。で、IL データをイールドリターンします。まあ、これ、どうしようかな。なんか、どっちでもいいんですけど、意味的にはもうすぐに一回、イールドリターンして、それから、次の、向かい先を、特定するみたいな感じ。こんな感じにしておきますか。オプコードが BRS じゃない場合は、それが行われないと。まあ、いいですかね。こんな感じかな。あと、どうですかね。なんか、あれですね。なんか、こう、また、オープコードをここで判定してるのかみたいな、せっかく IL コンバーターがあって、そこに抽象が導入されているのに、ここでまたその分岐をするのみたいな、これ、BRS だけじゃないはずなので、スイッチケースするのかみたいな話になって、なんか嫌な感じですよね。getIL データの中でこの処理をすれば、まあ、これ、幸いになるかな、なんかインデックスはレフで渡しているので、まあ、ついつまわると。まあ、あんまりなんか、こう、責務を、なんかメソッドに背負わせたくない気もしなくもないんですけど、そういうふうにしておりますか。なので、ここの部分、オペランドに足すっていう部分を、IL コンバーターの、今回で言うと BRS。BRS コンバーターの、ないですね。ショートインライン BR ターゲットコンバーターか。これは、この抽象クラスというのは何を表しているかというと、
オペランドのサイズに応じて IL データが正しく取得できるように実装されている中小クラスなんですよね。その意味とはまたちょっと違うんですよね。ジャンプする、いくらオペランドがこれでも、ショートインライン BR ターゲットでも、ジャンプする場合とジャンプしない場合において、このインデックスをインクリメントすべきか否かが変わるんですよ。ので、こいつはですね、ジャンプ命令に限り、自分で自前でさらに、オーバーライドして、再実装するようにしますか。ただ、まあ、口で言うとあれなんで、BRS コンバーターに、オーバーライドして実装します。基本的には、まあ、IL データイコール、ベースクラスの getIL データを呼び出し、def、間違えた。def index と呼び出します。まあ、最終的にこれを、IL データは返します。なんですが、ジャンプ命令に限り、インデックスをさらに操作する。どうするかというと、プラスイコールで、オペランドですね。オペランドの値、バイトディスオペランド、あれ、なんでアクセスできないのかな？何か間違っていたかな？オプコード、あ、違うわ。IL データに入ってるんだ。ごめんなさい。IL データのオペランドの値がバイトの値なので、このインデックスは、バイトじゃない、S バイトです。すいません。S バイトにキャストして、そのオフセットを得て、で、インデックスをそこに強制する。いいですね。で、今、生成した IL バイ、IL データ自体はそのまま返すと。こういう実装にしますか。うん。いいような気がしますね。で、他の、ブランチですね。他のブランチも同じような感じで実装してやる必要がある。ですが、まあ、とりあえず今は置いておきますか。BRS だけ対応させて、他の BR が必要になった時点で、それを加味して、実装するという感じですよね。他の BR はね、多分単なる BR っていうメールもあったはずで、そいつはまた、オペランとのサイズが違うはずなんですよ。なんで、それはまたそれに合わせて、多分ここのキャストする方が、変わるかな、みたいな感じですね。はい。なので、これはこれでいいような気がします。で、そうすることで晴れて、それぞれのオペコードに対応する、それぞれの、ブランチ先を特定する処理は全部は、getIL データの中に収まったので、これを削除すると晴れて、デコーダーはシンプルになると。抽象は全部、IL コンバーターの中に入ったってことですね。なんか名前が気に食わないですね。getIL データで IL データを取得するのは確かにそうなんですけど、このなんか次に解析するインデックスの位置も更新されてるんで、なんか僕としては名前が気に食わなくて、まあもうちょっと具体的な名前に変えましょうか。getIL データ &update next インデックスとか、ちょっと長いですけど、まあこんな名前にしておきますか。はい。これでいいかな。うん。まあ、ちょっと注意が向くでしょ。こんな長い、メソッド名になっていれば。あ、ちょっとなんか変な U 字が入ったりしますね。はい。これ、ランオールして確かめます。ああ、これどうなんだ？ちゃんと動くかな？うわ全部エラーになりましたね。なんだ一体。あ、インバイトキャストとか出てますね。どこだ？どこで出ている？あ、BRS かなんかで出てますよ。BRS で、これは、
これはなんかオペラント抽出してるところで、あの S バイトじゃなくてなんかバイトかなんかで撮ってるような気がします。どこかというと、どこなんだ、もう忘れてるな、どこだっけそれ。ここでアイルコンバーターズ取り出し、そしてこれも取り出して、そのまま優勝となっているかもしれない。ゲットアイルデータアンダーアップデートネクストインデックス、わかった。さっききっと触ったはず。ショートインラインビアルターゲットコンバーターの中だ。抽象移動してる。ここで、取り出した。これですね。これ。こいつで取り出すと、これ IL バイツってバイトなので、バイトの配列なので、オペランドってバイトになってるんですよ。これ良くないので、S バイトに変えておきますね。やっぱりビットコンバーターをちょっと明示的に呼びますか。to、s バイトはないか。to、to、new、int16。まあないですね。まあ自分でやれよ、そのぐらいみたいな感じですね。まあいいわ、じゃあ。s バイト。はい。で、こいつも合わせる形で S バイトに変えておくの。結果変わらないですけど、1足してるだけですね。はい。これでいいんじゃないですか。おお、なんか変なの出た。これなんだ、アサートですね。なるほど。これ、あれですよ、保留してた BRS コンバーターのアプライの実装ですね。とりあえずゼロのやつしか来ないから、まあゼロだってことだけ確認して回避すればいいかと。ここでもバイトにキャストしてるから、ここで刺さってるんですね。こいつはとりあえずちょっと止めます。 S バイトにすればデバッグアサートは成立しますね。今んとこ例のIL バイト、IL の一番後ろについてる無駄な BRS だけなので、そしてあれはオフセットゼロと分かっているので、これで、アサート自体は、成立するようになるはず。あれ、ダメですね。なんだ、オペレーションイズノットバリッド。そうですわ。はい。今のはあれで通りました、多分。ここですよ。さっき、これ入れましたね。IL の、IL の配列の終端に達しても、まだ、リターンが見つからない場合は、ここを抜けるので、例外がスローされます、みたいな話したんですけど、リターンも判定してないですね。それは、どうすればいいかというと、ここでやればいいのかな。IL データが取得できます。で、一旦 yield return で、リターンは返したいですね。多分これの呼び出し元の方で、リターン分の最後の処理をしたいはず。リターン分を生成するとかですね。なんかやりたいはずなので、yield return は必要。その後、IL データの、オペランドじゃないか。IL データの、ない。IL コンバータか。じゃあ ILC で。IL コンバータのオプコードが、オプコードの、なんだっけ。リターン。はい。リターンだったら、ブレイク。みたいにすると。いいかな、合ってるかな。なんか、もう一つ脱出条件として、今偶然見ちゃったんですけど、オプコースの、リターンではないけど、リスローとか、スローとか、リスローも、終了条件になりうるかな。リスローはちょっとわかんないけど、スローが来ると、そこで終わったとみなせるかもしれないですね。ちょっとこれはもう少し深掘りしてみないとわかんないし、どのみち例外をサポートしないことに意味がないので、なのでここでは考えないことにします。単純に、リターンだけ。
リターンが、最後に、イールドリターンした IL データが、リターン分だったら、もうここでブレイクで抜けると、ブレイクで抜けたらスローされますね、いかんか。ここは、イールドブレイクすると。はい。そうすると、まあ、イテレーションがこれで終了するはずですね。まあ、ちょっとランオールします。あ、惜しいですね。1個ダメですね。なんだ。ペーションイズノットバリッド。なんか1箇所だけあれが来るパターンがあるみたいですねって、そうですね。やりましたね。これです。テストは。対応数テストこれで。なるほど。オプコードを細かくテストするための やれる方法を準備したんだけど、今とこういう方法を使ってないんですが、これ IL バイツの最後リターンで終わっていないので、それで刺さってるんですね。方法は2つあって、リターンをここに追加すればいいか、あるいはもうこのテストは一旦、削除するか、なんですが、何をテストしようとしたかというと、エクスペクテッドで、リザルツと一緒になるかどうか、デコールの内容と一緒になるかどうかだから、これあれですね。やっぱりやっていいような気がしますね。どういうことかというと、デコードすると、リターンがもしここにあれば、そうすれば、これって3つの、IL データが返ってくるはずで、やっぱり最後にちゃんとリターンが来るはずなんですよ。なのでそれを確認すればいいかな、ちょっと、あんまり自信がないかな。ここがエクスペクテッドが何になるのみたいな、ちょっと一マスの、なんか疑問があるにはあるんですが、そうですね。これも何を言ってるかを説明しないといけないか。LDCION1 でスタックに1個値がプッシュされます。STLOP0 でそのプッシュされた値が、ローカル変数領域に、ポップされて、格納されます。ということは、この行が終わった時には、スタックには何も積まれてないっていう状況になるはずですよね。その後リターンするって、要するにメソッドがボイド、要するに値返さないメソッドの場合しかありえないんですよ。で、今そのことを多分考えてなくて、このエクスペクテッドがどういう文で出力されるのかっていうのを考えてやらないといけないような気がします。加えるならば、これから、まだ今ないですけど、これからスタックを、エバリエーションスタックのシミュレートではなくって、ローカル変数を使ってシミュレートするように変えるので、このエクスペクテッドもかなり、なんか変わる気がするんですよね。まあ、書いてみましょうか。例えば、スタック0イコール1、ローカル0イコール1、イコールスタックゼロ、そしてリターン、値を返さずリターンするみたいになることを想定しないといけないような気がするんですよね。とりあえずですね、ちゃんとここにまずリターンを加えます。リターンがリターンは何でしたっけ。リターン、ちょうどありますね。ちょうどあるのにリターン 0x2a ですね。オープコードの値は 0x2a なので、ここに 0x2a って入れときます。リターンとこんな感じ。C シャープで言うとこういうことですね。で、対応するコードはこういうコードが出力されますということを想定するんですが、今全くこれ出ないですよね。まだ、この、
ローカル変数を使ってスタックシミュレートするっていうのもやってないし、なのでこれはどの道動かしたところで、テストとしては失敗する、うん、ですね。なのでまあちょっとこれは放置しときましょうか。まあちょっとテスト一回外すかな、こんな感じで外しときます。まあこれあのテスト残しておく、残しといて直さなきゃいけないっていうことを分かるようにしておくっていう方がいいような気がするんですけど、まあずなんかしばらく赤にずっとなってるような気がするのであんまり嫌なので、なのであと要するに他の直すべきあのエラーと区別つかないで、まあやっぱり一回外しますね。はい、これでまずなんだっけ、なんかだいぶ遠回りした、デコードの部分ですね。デコード終わんないっていうのが、直り、とりあえずテストは通るようになりました。これを一回、コミットします。うん、こんな感じ。ああそうですね、サポート、サポート、サポートブレイク、リターン、なんだ、オフコード、リットオフコードみたいな感じにしておきますか。はい、いいですね。で、ちょっと戻りますね。あと、そうか、イテレートはこれでできるようになった。ただし、どこからスタートするかって情報がない。今だと先頭からですよね、必ず。なんで、これを、まあちょっと小さいですけど、先に加えます。それは、デコードのこのメソッドの引数に、まあスタートポジションがあればいい。int、start index みたいな感じで引数を取るようにし、これを、このインデックスの初期値にしとけばいいですね。こうしとけば、メインパスは今のスタートインデックスを0で、解析させる、ここですね。で、1個終わって、次に9から、次の、エントリーを取り出す、これですね。で、そうするとこの、アイルバイツの次に解析すべきオフセット、ここで言うとアルファがわかる。アルファっていうのはここですね。じゃあこれだっけ？あ、違う、あ、これで合ってます。これ。ここの位置がわかるので、ここをスタート地点として、デコードを開始すればいいってことですね。あと、そうか、チェックを入れていかないといけないですね。チェックして、チェック済みのところに差し掛かったらそこで、イテレーションを終了するということもやらないといけないですね。うん、ややこしい。で、スタートインデックスの対応はこれでいいはず。こいつを呼び出しているところを直さないといけなくて、それは、テスト後、コンバーターの方、ここですね。ここ、とりあえず0にすればさっきっていうか、直前までの実装と同じ結果になるはずですよね。ファンオール。あ、そうか。テスト直さなきゃいけないって今自分で言うたのに。言ったよ。で、ここだ。はい。ここも、0にしときます。あ、これ例のあれですね。まあ、どうでもいい感じですね、今のところ。はい。あ、大丈夫ですね。はい。で、これで、その、デコードの開始位置は指定できるようになった。次に、
マーキングやりますか。マーキングは、さっき、まあ、ストラテジーを練った時に、ハッシュセットでいいかと思っていたけど、まあ、バイトの配列じゃない、ブールの配列か。ブールの配列でもいいよねという話をしました。なので、もうブールの配列を渡しちゃうことにします。まあ、なんか、ちょっと配列だとね、まあ、どっちでも一緒かな。一緒ですね。まあ、いいや。これで、ブールの配列で、じゃあ、マークリストとかにしておきますか。ちょっとひねりないですけど、マークリストにします。で、オプコードを認識したバイトにマークをつけておけばいいです。なぜかというと、例えばオプコードとオペランドで2バイトの場合とか、オプコードが2バイトで、まあ、さらにオペランドがあるやつがあるかもしれないですけど、まあ、とにかく2バイト以上の時、仮にじゃあ LDCI8 で、まあ、なんか 0x123456789012 みたいな、こういう代入をプッシュをしたとします。ここをまあ、ありえないコードが言ってますけど、BRS で、こいつが、ちょっと待ってください。これオフセット 0x00 です。こいつ LDCI8 は、これは1バイト命令、1バイト命令、そしてここは8バイトなので、9になるはずですよね。0x09。そして BRS は、こいつが、1バイト、オペランドも1バイト。なので2バイト。ということは 0x09 0a0b0b にリターンと。まあ、こんなことを書いたとします。で、ここのオペランドの値は 0x0b を、あ、じゃない、ややこしいな。本当は、ここの先頭へ戻って永久ループさせようと思った場合は、見えてる？うん、見えてるね。うん、させようと思う場合は、ここをオフセット0と、ゼロの起点として、プラスいくつとかマイナスいくつとかジャンプ先を指定するので、これの場合だと、10、11かマイナス11っていう値になるはずですよね。これを仮にマイナス10とかにするわけですよ。そうするとどうなるかというと、多分ジャンプ先はここにある。あ、まあちょっとリトルエンディアンなんで逆ですけど、まあ、要するにここになると、こっからオプコードを解析しようとするので、もう明らかに不正ですよね。だから、IL2C というツール自体はこういうなんか不正な IL はまあかまされないという前提に立ちます。明らかにおかしいんで、これ、これをやろうと思うと IL アスムでもできないですよね。 IL アスムでもできないし、もちろんロスリンはバグさえなければこんなコードを吐くわけがないので、ありえない、まあ、あんまりありえないものを考えてもしょうがないんで、これ要するに実行時環境ではないので、ツールなんでね、こう要するに何かのアタックで踏み台にされるかっていうと、まあ、そういう可能性は低いような気がするので、まあ、そこまでのことは考えないとするならば、解析をしていくときにつけるマークというのは、このオプコードが存在するオフセット、つまり今ここに書いたこれですね、このところにマークをつけていけばいいということは、さっきの、マークリスト
の0x00 と 0x09 と 0x0b という3つにマークが打たれれば、まあそれでいいでしょうと。仮にブランチじゃじゃその分岐命令があった場合、正しい値になっていればここへ戻ろうとするんで、そうすると 0x をマークされてますね、されているので、そこで終了ということになるから、まあこれでいいでしょうという感じです。はい、もうこれ以上はまあ多分やらなくていい。で、このマークリストをじゃあどこでマークつけるかというと、最初の IL バイツを取得するところですね。ここで、参照済みとしてインデックスに対して、マークリストのインデックス1に、true とマーク入れる。コンピューテッドでマーク、をつけておきますと。はい。まずこれがマーク付けですね。それから、まあ、マークつけただけじゃ意味がないんで、マークがついていたら終了するみたいなのを入れる必要がある。どこで入れるかなんですが、図に戻ると、そうですね、次に解析すべきところ、これから解析しようっていうときに最初にマークを見ます。その時マークが入っていったらもうそこで終了ですという手順になるので、位置的にはまあこれと同じ感じですよね。でもなんかホワイルはその条件で終わってしまうと、その後に死が待っているので、なのでそうじゃなくって、このコンピューテッドの前か、ここですね、マークリストインデックス、これが立っていたら、そしたらまあリターンと一緒ですよと。これですね、イールドブレイクします。大丈夫かなっていうかな、うん、いいような気がします。そうするとこのデコーダーを呼び出している側というのは、リターンが来ることなくいきなりデコーディングが終わる可能性がありますね。まあそのことは、そういう場合もあるってことを知りつつ、このデコーダーを使う必要がありますと。ちょっとね、それシグネチャーで現れないので、なんか微妙に嫌な感じですけど、まあしょうがないですね。まあこれはこういう感じにしておきましょう。はい。で、まあちょっと一応発射しておきますか。まあ多分、そうだ、呼び出し元を直してないです。まあ影響ないってことも確認しておきたいですね。はい、呼び出し元はこうなってます。ここの後ろですね。事前に準備する必要がある。マークリストはニューブルのこの数は IL バイツの長さと一緒ですと、こういう感じで、これを、渡しておくという流れですね。1箇所だけかな、もう一箇所あるんじゃないかという気がありますね。テストコード、先ほどのやつですね。ここ。なので、こいつは、ここでマークリストを IL バイツを元に用意して、ここで渡しますと。これね、なんか、レコードコンテキストとか作りたくなりません。なんとなく、ここは引数増えていくんで、あんまり嬉しくない感じですね。まあ、もうちょっと待ちましょう。必要だと判断するにしても、もうちょっと待ちましょう。よし、これでテストも通りましたね。いい感じです。さて、あと1個、マークはこれで終わりましたよね。残るは Q ですね。 Q がない。Q は条件分岐命令を見つけた時に、その分岐ターゲットの位置を分かる形で Q に入れておく必要があると。それが分かれば次回のデコードの時 の, スタートインデックスにそれを指定できるようになるから必要ということですね。うん、
あ、どんな形になるのかな。まあ、とりあえず、どれだ、デコーダー、ここですね。まあ、なんか、こう、引数が、なんかまとまりない感じですね。嫌な感じだな。ちょっとわかんないんで、オフセットの値を単純に格納する Q を用意します。なんだ、パスにメインズとかにしときましょうか。はい。で、レコーダーの内部で、条件分岐命令を見つけた場合、それを次々とパスにメインズに格納していくってことですね。その方法は、さっき無条件分岐命令については get ildata under update next index の中でやるようにしましたね。これと同じで中でやるべきかどうか。一つはオペランドのサイズはやっぱりその分岐命令に応じて、例えばショートインライン BR ターゲットなのかその他の何かなのかみたいなのがオペコードによって変わってくる可能性がある。そして実際、そのオペランドの値が格納されているのは IL データなので、これ全く同じ流れかな。get IL データ and update next index の中で、この処理もやった方がいいんですかね。でもなんか嫌ですね。なんか責務が、まずなんかこのレフも嫌だし、責務がなんか分離されてなくてごちゃごちゃするのも嫌だな。かといって、これ、まあ、メソッド分けるという方法もあると思うんですよ。get IL データだけやり、さらになんかトライリカリキュレート、ネクストインデックスとか、なんかそういうメソッド作って分けることももちろんできるんですけど、まあなんかちょっとしっくりこないんですが、ここの後ろに追加して、もういよいよキモいと思ったらどうにかしますかね。こうしましょう。パスリメインズも渡すと。必要であれば、こいつを更新するというのも、これの中で行うというふうにしますか。はい。なので、そうすると、こいつの、シグネチャーを変えないといけないですね。ここの後ろで。こういう感じで。もう位置もなんか嫌ですよね。レフの後ろに普通の、なんか引数があるっていう状況もなんかかなり嫌で、なんか逆にしたら逆にしたってなんか微妙だしなっていう、なんか、かなり微妙ですまあしょうがない。なので、これ入れます。で、幸いなるかな。これは、さっき抽象クラスを導入しましたね。こいつらが、処理を行うべき責務を負っているので、まあここさえ変えれば大体は OK。まず、インラインランは、とにかく何もしないので、Q に対しても何もやる必要はないので、OK。ちょっと邪魔ですね。こう開けますね。それから、インラインアイコンバーターも、これも、条件分岐にはかからないので、今の実装を変える必要はない。インラインアイ8もそうですね。それから、これだ。ショートインライン BR ターゲット。こいつはやらないといけない。で、まあ、この後は具象クラスの実装になるので、まあ、こいつだけですね、結局。今のとこは。で、こいつはインデックスの再調整っていうのをここでやりました。あ、じゃない。これはいいや。ごめんなさい。オペランドの分だけ足しただけです。で、あと、それどうなんだ？ショートインライン BR ターゲット。まあ BR ターゲットってこれ名前ついてるから、このショートインライン BR ターゲットっていうオペランドが来るのは BR しかないような気はしてるんですが、これいらないのかな？直接この実装をBRS に持ってった方がいいような気がなんかかなりしてきました。ちょっとやらせてください。これ削除します。
で、そうすると BRS の実装がもちろんないのでエラーになります。こいつは規定の IL コンバータを直接継承します。で、そうすると、ここはエラーになりますよね。で、ここをこれに変えます。なおかつ、今これは IL データを生成してとかやっているけど、インデックスの操作はこんな感じになる。うん、で、オペランドは、ここ手元にあるので、オペランドを足せばいい。まあ、これあれですね。もう、ここへ直接、こんな感じにしておきますか。ああ、結構、あれじゃないですか。スッキリしましたよね。で、これはもうこれでいらなくなった。で、なおかつ、このパスギメインズの処理も入れなきゃいけない。これは、オペランドがオフセット、相対オフセットを表してるんですよね。なので、ナプシじゃない、円球か。ここに相対オフセットを入れなきゃいけない。基準となる位置は、このオペランドの計算をした後のインデックスなので、このインデックスに、本当かな。違う。違いますよ。何を言っているんですか。これは無条件分岐命令ですよ。パスリミンズを触るのは条件分岐命令だから、BRS はこれでいいんです。これでいいです。さっきショートインライン BR ターゲットとコンバーターを継承するようにしてましたけど、まあそこを一つにしたっていうだけでいいですね。まあとりあえずこれはこれでいい。結局その今話したこと、条件分岐命令先を Q に足すっていうのは、まあこれ足すためのパスリメインズを引数で渡せるようにしたというところまでで、実際のコンバーターがまだないので、とりあえず今、現状ではこれでいいってことですね。うん、ややこしい。はい。これで、テストエクスプローラーを走らせて、あ、またあっちかな。よいしょ。ああ、こうですね。これは、呼び出し元は、Q も空の Q を用意しておけば、あとはそこに蓄えられるだけみたいな形になるから、いいはずだ。うん。パスリメインズイコールニュー Q。で、ここに、パスリミンズも渡してやると。こんな感じですね。もう一箇所あるはず。テストコードもう一個あるはず。ありましたね、やっぱり。ここ。はい。これで、パスリミンズを作って、渡しておくと。まあ、テストとしては全然意味ないですけど、再評価、パス、新たなパスを再評価しないので意味がないという意味です。まあ、テストとしてはいいと。はい。で、これでビルドが通るようになったはずなので走らせてみます。大丈夫ですね。通ってますね。はい。そして、あと、これで、インフラは整った。まだ、条件分岐命令は一つも IL コンバータを足してないので、まあ、そこは機能しないですけど、外側のデコーダーとその周りのインフラは整ったので、デコーダーをパスが存在する間全部やるみたいなコードをここに書いてやればいいと。で、その間、出力されるソースコードに関する情報っていうのはアプレコンテキストの中に入ってるんだけど、これはその全てのパスの探索が終わるまでは維持されなければいけないので、なので、位置づけとしては、まあ、こんな感じで、全部、最初に、すべてに必要なものを準備しておいて、さあ、一斉の出で始める感じになると。で、ここで、
ホワイルで、パスリミーンズに、要するに、残る、探索しなければならないパスの開始オフセットが存在する限り、全部探索するみたいな感じにしてやればいいはずですよね。で、パスリミーンズに、存在する限り、スタートインデックスが、この Q の、先頭に存在するインデックスから開始してパスを探索するみたいにすると。ああ、ややこしい。で、こうしておいて、これ探索した結果、こいつの内部でパスリメインズがさらになんか、次々パスが、異なるパスが追加されていくかもしれないけど、イテレーションとしては、イテレーター、要するにゲットイナミュレーターとか使わずに、カウントと、デキューで毎回、Q の、先頭から値を取るみたいにやっているので、ゲットイナミュレーター使っちゃうとおかしなことになるかもしれないけど、毎回こういうふうに評価してるから、繰り返しても問題ないはず。次々に足されても、いつかこれが全て消化されて、パスリメインズがなくなれば、このホワイルを抜けるようになると。そして、最初が0個なので、最初9作った後、9の中身は0なので、このホワイルは全く実行されないということになるので、それじゃまずいから、戦闘位置を最初に1個だけ延期します。何かというと0。オフセット0ですね。要するにこういうことです。戦闘オフセット0だけがパスの、パスの解析対象として最初に1個だけ入っている。つまりこれメインパスを解析するってことですね。うん。こうしておけば、これで1回は中に入ります。1個だけ値を取り出します。それは0なので、スタートインデックス0でデコードが開始される。そしてデコード中に新たに発生したパスはみんなここの中に、蓄えられていって、次のホワイルで1個それが取り出されて、次に解析すべきスタートインデックスが分かるのでそこからまた解析すると。で、こうそうこうしている間にどんどんマークリストにマークが追加されていくので、まあなんか解析済みのところにぶち当たるたびに、このデコードは終わって抜けてくるので、まあそんなことを繰り返していればいつか行く場所がなくなるので、全部パスが消化されてこのホワイルが抜けると、こういう感じですね。はい。まあとりあえずランしましょうか。はい。で、通りましたね。で、今ちょっとだけ気になったのが、今これテスト外してるんですけど、どうなんだ、パスリメインズ、ここに具体的にこうやって IL を書いている場合は、ここに条件分岐命令はないって、テストコードなのね、ないと分かっているので、当然、パスリメインズが増えることもないと分かっているので、これ1回しか通さないですよね、デコード。なので、このアサート条件として、ちゃんとパスリメインズが増えずに、終わってるということを確認しておきましょうかね。これでいいかな。うん。もしレコーダーとかなんかの動きが間違っていると、そうすると、新たなパスがここに追加されてるかもしれないのね。なんで、0であることを確認しておくという感じですかね。これは、まだダメですね。このテストはまだ、まだちゃんと出ないですね。このリターン、ボイドの場合のリターンがちゃんと出るっていうのをやらないと、こいつはまだ有効化できない。はい。いい。とりあえず、5つしかないですけど、テストについてはこれで OK と。ああ、大変でした。はい。
はい、コンバーターに、マークのための実装を、それから、パスリメインズの実装を追加した感じですね。うん。パスエバリュエーション、インプリュインプリュー、ああ、なんか英語はダメな感じ。まあいいや。はい。はい、OK ですね。で、いいかな。これで、パスを、Q を使う、マークをつける、それから、必要な、パスの探索を指定された位置からできるようにする。それから、リターンを終了条件として見る。あるいはマークに到達したときに、終了するようにすると。で、条件分岐の場合は条件分岐先を、パスの解析の先頭とすると。できてますね。はい。想定していることとしてはこんな感じですね。やっとこれで前半ができた。あの、デコーダーの部分ができたので、この後は、IL コンバーターで、その、ソースコードの出力ですね。ソースコードの変換出力をするときに、エバリュエーションスタックを亡き者にして、で、ローカル変数を使って、そのエバリュエーションスタックをシミュレートすると。いうことをやれば、そうすれば、晴れて、今回想定してたところが実装できる。まあ、残り、イリガルなパターンですね。まあ、あそこの部分はちょっと除いて、実装が、できるという流れですね。はい。まあ、今日はここまでにしておきますか。なんで、次回も、そのあたりの続き、エバリエーションスタックを廃止するみたいなところをやりたいと思います。じゃあ、視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。